これやんなきゃダメだ、手間にかけて。全然すごい。じっくり焼いていきますので、弱火にしてください。ちょっとね、この焦げ目をつけるのがポイントですね。はい、おはようございます。豚野です。本日の食材はですね、こちらでございます。うなぎの皮焼き。ね、土用の丑の日とか夏にありますけど、一年中ね、スーパーでもうなぎ売られてますよね。意外と焼くの難しくって、まあレンジでね、ちんと温めて、そのご飯にのっけて食べている方も多いと思います。今日はですね、このうなぎをですね、究極にね、美味しくフライパンで焼くコツをね、お伝えしたいと思いますので、簡単にできます。ぜひ動画の方、最後までご覧ください。はい、それではね、うなぎも焼いていくんですが、1尾はそのまま電子レンジで温めて、盛り付けしたいと思います。1尾はフライパンで焼いてみたいと思います。ちょっとですね、今、うなぎをこう、フライパンに当ててみたんですけど、ちょっと大きいですよね。ちょっと大きくて入らないので、今日はね、このうなぎをね、半分に切ります。半分に切って、こちらで、今から焼いていきたいと思います。タレ1つと、こちらのうなぎ1尾を、今からフライパンで焼いていきます。焼くんですが、まずは、うなぎが、ね、大きいので、半分に切ってしまいます。はい、それでは、フライパンを温めていきます。はい、ちなみに土用の丑の日は、立春、立夏、立秋、立冬の14日間の殺日を土用と呼びます。その中で日にちを12日に割り当てた際の丑の日のことを土用の丑の日と言います。夏バテに栄養価が高いうなぎを食べて乗り切ろうということですが、もともとはですね、江戸時代の平賀源内が春が秋から冬のうなぎでも夏に売れるようにと商売的に、ね、考えて始めたのが土用の丑の日というふうに呼ばれております。こちらのうなぎはですね、宮崎県産の国産の養殖のうなぎでございます。はい、うなぎの調理には背開きで白焼きにしてから蒸す関東風と、腹開きで蒸さずにそのまま焼く関西風があります。どちらが柔らかいか味が濃いかの違いがありますけど、今回はね、どちらでも美味しくできるようなね、調理法をお伝えしたいと思います。ちなみにこちらは関東風の背開きですね。なんで一回蒸してあります。これをもう一度蒸し直して柔らかくして焼きたいというふうに考えております。はい、それではね、早速調理していきます。まずはフライパンで蒸していくんですが、このまま置くとくっついてしまうので、アルミですね、アルミを50センチぐらい切っていただいて、で一回ぐちゃぐちゃにしてます。この感じ、鍋の半径をね、大きさぐらいに戻します。この感じですかね。で、ここに火をかけます。火をかけてうなぎを乗せます。そうするとね、くっつきませんので、うなぎを乗せたら上からですね、火にかけましたら水をね、100cc 入れていきます。はい、その際に香りつけで日本酒も 20cc 一緒に入れます。はい、この状態で強火で蒸し焼きにしていきます。はい、水がね、半分ぐらい減ってきましたよね。半分ぐらい減ってきましたね。この状態になりましたら蓋します。蓋をしてこれで蒸し焼きにしていきます。はい、ということでね、水がほぼ蒸発しました。蒸発しなくなりました。この状態ですね。この状態になりましたら一旦火を止めます。はい、そうしましたら一旦うなぎの方は取り出してしまいます、ね、ほとんど水がないでしょう。それでは火をつけて焼いていきます。今から焼いていくんですが、まずはキッチングペーパーを敷きます。で、敷いた上に今のうなぎですね、今のうなぎを面をこっち側に焼きたいです。なのでキッチンペーパーを持って裏返しておきます。よいしょ。まずは裏側、裏側をにして焼いていきます。火をかけます。火は強火です。強火で、で、さっきの水分がちょっと残ってますので、水分がね、踏まれば強火にしておいてください。で、先ほどこのタレですね、タレをね、容器に移し替えておきます。先ほどちょっと残ってる、ね、水分が飛んできたら火は弱めてください。弱火です。ここから弱火です。じっくり焼いていきますので弱火にしてください。で、焼けてきたら一旦全面を取って、そうしましたら上にクッキングペーパーを敷いて上に皿を置いてしまいます。で、同じように繰り返します。そうするとね、先ほどの焼いた面がね、上になりますね。ちょっと1枚に無駄になってしまうかもしれないですけど、ここのね、クッキングペーパーを押しまずに作ると、こう、綺麗に切り替わります。で、火を弱火で入れていきます。で、さすが用のね、タレです。タレを塗ります。
はできる限り弱火にしてください。このぐらいです。見れば。はい、ちょっとね、このタレが周りに染み出して沸騰してきたら、うなぎは完成でございます。はい、じゃあ盛り付けていきましょう、ね。はい、今ね、こちらレンジで2分間蒸してきたこちらがうなぎです。これを盛り付けていきます。で、こちらのうなぎはタレをね、上のタレはそのままかけちゃいます。ちょっと待って。はい、ということで、うなぎの蒲焼きの完成。焼いてみたんですが、もうね、厚みが明らかに違いますよね。で、こちらは今ね、レンジで皿にラップしてレンジアップしたうなぎです。明らかに水分抜けちゃってる感じしますよね。身の厚みが横から見ると分かりますけど、厚みがないですよね。うん、で、この辺も身がよれちゃってる感じしますもんね。で、こちらは一回ね、さらに蒸し直しをしたので水分がね、中に入ってふっくらしていると思います。なんで食べたらね、やっぱり柔らかいんじゃないでしょうかね。味わいもどんな風に違うのか、早速ね、いただいてみたいと思います。ということで、うなぎいただいていきます。まずは、こっちのね、レンジでやったのに、あ、皮が切れない。こんなに熱々なのに、皮がちゃんと切れないですもんね、箸で。もうちょっとこれ柔らかくしたいですよね、レンジでやるだけじゃなくてね。よいしょ、切れない。はい、切れました。いただきます。うん、やっぱり皮が口の中に残って、なんだろう、もったりしてるというか。うん、で、こちらのちょっとね、手間暇をかけたうなぎです。ほら、皮の切れが違うね。ほら、もうパスッと切れちゃいますよ。こんな綺麗に切れましたよ。今あれ全然切れなかったのね、箸一本で。で、いただきます。うん、柔らか。あのね、これはやんなきゃダメだって手間暇かけて、全然すごい、全然うまいですよ。こうやって食べ比べたからすごく違い分かりますけど、いや、こちらで食べてたら気づかないかもしれないですよ、うなぎも食べてたら。でも、全然別物ぐらい柔らかくって、ジューシーで、皮目まで美味しいですから、ぜひね、この食べ方、やってみてください。本当おすすめです。ということで、動画最後までありがとうございました。ぜひ試してみてください。ナイス！